待たせたな、カムラッ何やらめでたいことがあるそうだな。盛大に祝おうではないか。おわーおひげが外れてーキボトスの先生の皆さん、こんにちは。レッドウィンター連邦学園、レンカワチェリノを演じております、丹下桜です。ブルーアーカイブ一周年、おめでとうございます。 チェリノは、生徒会長だったり、風紀委員長だったり、給食部部長だったりと、肩書きをたくさん持っています。そんな、いくつもの肩書き、き堂々とした風格、そして、立派なおひげ。威厳たっぷりなチェリノですが、えー、実際に演じてみると、見た目通りの、ちょっと幼い感じのセリフだったり、 抜けてるところがあったり、あと何より、とっても可愛らしい笑顔をたくさん見せてくれたりします。2021年の年末イベントでは、温泉を楽しむチェリノが登場しました。皆さん、もうお会いできましたか今回も、いろんな学園の生徒たちと、イベントではいつも通りの楽しい一面が見られたり、そうかと思ったら、 メインシナリオでは、すごくしっかりした物語が描かれていたりと。そんなブルーアーカイブは、もう一周年。いえ、まだ一周年です。これからも、チェリノのことそしてブルーアーカイブのことを、引き続き、よろしくお願いいたします。そういうことだから、カムラッタ。めでたいとはいえ、オイラたちの革命は、 まだまだこれからだこれからもずっと、この権威にあふれたオイラと一緒にいられる方、心から光栄に思うがよいチェリーの会長が可愛らしいというだけで、もともと毎日がめでたい日ではあるのですが、それでも今はどうか心からこう言わせてくださいおめでとうございますそして、 ありがとうございますギボトスの先生の皆さん、こんにちはレッドウィンター連邦学園のレッドウィンター事務局に所属している、サシロともえを演じております。厚木ななみです。ブルーアーカイブ、1周年おめでとうございます えー、とはですね、レッドウィンター連邦学園の生徒会長であるチェリノちゃんの側近として学校生活を送っている生徒なんですけれども、まあ、一見こう側近としてチェリノちゃんのカリスマ性に惹かれているように見えるんですけれども、蓋を開けてみるとチェリノちゃんをも,ものすごく可愛がっているだけだったりします。 友モのね、見た目的にも、こう、優しくて、しっかり者のお姉さんっていう感じがするんですけれども、実は、チェリナちゃんのことになるともう、自分の世界に入って盲目的になってしまうっていうところがすごく、この友モっていうキャラクターの魅力の一つだなと思っているので、なんかそんなところの良さが引き立てばいいなと思いながら、演じさせていただいております。 そして実は、私は次はですね、あの、チェリナちゃんみたいなロリキャラがめちゃくちゃ好きなんですだからもう、あの、ともえのセリフを読んでいて、もう共感の嵐でしかなくて、もう、ちっちゃい体で立派なおひげをこさえているチェリナちゃんが本当に本当に、ああ、かわいいなぁと思いながら、毎回やらせていただいてるので、本当にきっとチェリナちゃんかわいいって言ってるところは、なんかもう、 ものすごく私のなんか <laughs>、いろんな気持ちがこもっている気がするので、なんかそんなところにも注目して楽しんでいただけたら嬉しいなと思っております。えー、改めまして、ブルーアーカイブ一周年おめでとうございます。これからもトモエのこと、そしてブルーアーカイブのことを引き続きよろしくお願いいたします。この先もずっと、チェリの会長の可愛さ。いえ、チェリの会長の異業は続いていきます。 それをどうか私たちのすぐそばで見守っていただけますと幸いですお待たせしました先生さあうちの子たちもみんな待ってますので早速お祝いパーティーに向かいましょうあ,あせっかくですし先生の手を引いていってもいいですかなんて さあ一緒に行きましょうかキボトスの先生の皆様どうもこんにちは千外協訓育支援部媒介に所属している角原俊を演じてます伊藤静香ですブルーアーカイブ1周年おめでとうございますいやーえでもまだ1周年なんですね私なんとなくもう2,3年経ってるような気がしてたんですけど気のせいですね 気のせいいいいいでででした <laughs> はい、ととううわけで1周年おめでとうござまますす皆ささん春にママを感じててくださっていますか <laughs> 生徒なんですけど一応あのバイカ園であの子供たちのお世話をしてる先生みたいな保育士さんみたいなことをしているんですけど生徒です <laughs> みんなと同じ生徒だよお母さんじゃないよでもあの皆さんにねママって思ってもらえるように えー、優しく演じられたかななんか私普段伊藤静香としてあまりそういう、ね、優しいところを全く出さない人なので私の中の体の隅々にあるなんか柔らかいものを一生懸命集めて旬にしてみました皆ささん可愛がっっててくださっていますか、えー、そして旬にはなんともう一携帯もう一携帯 <laughs> ありますね。 はい。皆さんご存知、春、幼女です。<laughs> すごいね。私、あの、この春、幼女っていうのは、あの、その収録の時だけの仮で幼女って書いてあって、その実際リリースされる時には、なんかまた別の感じで出るのかと思ってたんですよ。そしたらリリースされても春、幼女って書いてあって、笑いました。<laughs> 皆さんも同じようなな気持ちだったんじゃないでしょうかもうなんか日の玉ストレートって感じで私はたまらなく好きです、はい、でその春幼女ちゃんは <laughs> あのお薬でちっちゃくなってしまってでも,もうせっかく小さくなったからたまにはねいつものちっちゃい子お世話してるのちょっと一回置いといて忘れて私も先生に甘えてみてもいいのかなみたいな可愛らしいところを。 あのピックアップしたお話だったので私もそういうなんだろう大きい方のねいろんなところが大きい方のしゅんさんのことは一瞬忘れてでもその優しさみたいな母性みたいなものはなくさないように可愛らしく先生に甘えてみたりしたんですけどどうでしょう皆さんしゅんちゃんもしゅん幼女ちゃんも可愛がっていただけてますかちなみに私はロリんって呼んでます <え> <laughs> はいえー、どっちもね大人のしゅんちゃんもロリしゅんちゃんも私的には本当に演じてて楽しい子たちなのであ,あと一つあの <laughs> ロリしゅんちゃんがリリースされた後にネット上に伊藤静香が無理してロリやってるみたいな <laughs> コメント結構見かけたんですけど別に無理してないですから 私無理しなくても、こういう声出るんです。声優だからね。はい、ということで、えー、改めまして、ブルーアーカイブ一周年おめでとうございます。えー、これからも、しゅんちゃん、しゅん幼女ちゃん、そして、ブルーアーカイブ、引き続き、どうぞよろしくお願いします。<laughs> やっぱりこうして大勢ではしゃぐのは、すっごく楽しいですね。 この先も素敵なことがたくさんありますように。これからも倍加園の形を含め、みんなのことよろしくお願いします。 なんか、今日はとってもにぎやかだね。うん、うん、嫌じゃないよ。むしろ、目覚めた瞬間に、先生とこんなに素敵な景色を見られるなんて。<laughs> ヒボトスの先生の皆さん、こんにちは百鬼夜行連合学院で修行部に所属しています。カスガツバキを演じております、シラスサホですブルーアーカイブ1周年おめでとうございますポチポチポチツバキちゃんは修行部に所属しているのですが、修行で目指しているのが、 より安らかで完璧な睡眠ということで、どこでもですね、大体寝ることができまして、ついた二つなが眠り姫となっております。普段からとってもゆっくり喋る、そんな椿ちゃんを演じる上でですね、どんな時でも、こう、つの独特の空気感、あのペースは崩さないように気をつけています。 公式の生放送にも呼んでいただいたり、そもそもがですね、私自身、ブルーアーカイブは初日から楽しくプレイしていた側なので、1周年をこうして先生と一緒に迎えることができて、本当に、本当に嬉しいです。あとは、 つばきの ASMR。皆さん、もう聞いていただきましたでしょうかあの、とってもですね、私自身初めてだったんですけど、心を込めて、あの、あのマイクがですね、先生だと思って、こう収録してきましたので、ぜひぜひ聞いていただけると嬉しいです。改めまして、ブルーアーカイブ、一周年おめでとうございます。これからも、つばきちゃんのこと、そして、 ブルーアーカイブのことを引き続きどうぞよろしくお願いいたします。この一年はずっと、まるで夢を見てるみたいな素敵な時間だった。きっと、先生と一緒なら、これからも、たくさんいい夢が見られると思うの。だから、 私も修行、頑張ろうね、先生。